どうも、ケイスケです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今の時刻、深夜1時10分、15分ぐらいでございます。ソニーから新しい製品が発表されました。今回ね、ソニーから、まあ、なんかライブ配信とかあって、ライブストリーミングでいろいろ新製品が発表されるんじゃないかと思っていて、僕もね、それに合わせてライブ配信をしてたんですけども、残念ながら、そのね、ライブ配信、ソニーのライブ配信はなく、新製品をね、シンプルに発表するだけにとどまりました。ちょっとなんか、照明が曲がってる？はい。で、今回発表されたレンズが、こちら。はい。20mmF1.8 の G レンズですね。が発表されました。もしかしたらね、明日とかに発表されるかもしれないんですけども、まあ今のところいつ発売されるかは分かっていないですが、まあ、近日中でしょう。3月ぐらいには発売されるんじゃないかなと思います。で、残念ながら他のね、カメラ系は発表されませんでした。α7 系とか RX 系とかね、なんか1個ぐらい来るんじゃないかなと僕も思ったんですけども、ちょっとなかなかなかったですね、その辺は。まあ、なので今回は、そのね、20mmF1.8 ってちょっとどんなレンズなのっていうのをね、ご紹介させていただいた後に、今後、いつじゃあ出るのと、その α7 シリーズいつ出るのっていう話、まぁ、ちょっと僕のあくまで予想なんですけども、いつぐらいに出て、で、どうなってほしいなって僕の希望も込めて、ちょっとご紹介したいと思います。早速行ってみましょう。さて、ではですね、こちらの 20mmF1.8 の G レンズの話からちょっとしたいと思います。まあ、どんなレンズかっていうのをね、ちょっと僕も情報を見ながらご紹介させてください。で、まあ、20mm なので、相当広角のレンズですよね。今のところあった、広角のレンズ、広角の単焦点って、多分ね、24mmF1.4 の GM とかだけだったんじゃないかな。もうちょいあったかな。あったかもしれないですけども、まあ、20mmF1.8 という焦点距離は、まあ、なかなか新しいんじゃないかなと思います。で、レンズの仕様みたいなところをご紹介していくんですけども、まあ、焦点距離は 20mm。レンズ構成12群14枚となっています。レンズ構成はね、僕もあまり気にしたことないんですけども、絞り値は F1.8 スタートですね。で、最大の絞りが F22 となっています。F1.8 なのでかなり明るく撮影できますね。で、絞り跳ねの枚数は9枚です。なので、ボケもかなり円形になるんじゃないかなと予想されています。で、最短撮影距離、これがね、ちょっと特殊でありまして、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの場合でちょっと違うんですよね。オートフォーカスだと 0.19 メートル。で、マニュアルフォーカスだと 0.18 メートル。ちょっとだけ、1センチだけなんですけども、マニュアルフォーカスの方が寄れる形となっています。で、まあ 0.19 メートルっていうと、まあ、ぼちぼち寄れるかなって感じですね。タムロンのレンズがかなり寄れるので、それよりは寄れないんだけど、まあ、開放 F1 台のレンズとしてはかなり寄れるんじゃないかなと思います。で、手ブレ補正は入ってなくて、フィルター径が 67mm ですね。これはいいですね。フィルター径 67mm だと結構ね、他のレンズ、例えば 85mmF1.8 とか、今ね、撮影で使ってるバティスの 40mmF2 のレンズとか、まあ、あとそう、タムロンのレンズ、タムロンのズームレンズも全部 67mm でフィルター径が統一されているので、まあ、いろんなフィルターをね、併用して使いたい時とかはかなり便利なんじゃないかなと思います。で、大きさが、73.5mm、どっちだ？こっちか。73.5mm の 84.7mm となっています。なんで結構コンパクトですね。このぐらいのサイズ感。で、重さが 373g というふうになっています。まあ比較的ね、他のレンズと比べても軽量コンパクトっていうのが、まあ今回のコンセプトだと思いますね。で、20mm の F1.8 と、かなり広角 F1.8 で使えて、コンパクトっていうのがすごくいいところなんじゃないかなと思います。で、僕は買うのかって言われると結構ね、まだね、こうピンときてないというか、使いどころがまだピンときてないんですよね。まあ主に多分星撮る人が好きなレンズなんじゃないかなと思います。星撮る人と、あとは Vlog 自撮り用かなと思います。で、自撮りをした時に、こうね、まあこう僕 α6400 とか持ってるんですけども、多分ね、この下にグリップとかつけてこういう感じで撮影するわけですよ。まあ α7-3 とか持ってね。これ今 α7-3 じゃないですけど。で、α7-3 とかだと 20mm だとね、ちゃんと結構広く映ります。このぐらいまで映って、かつ F1.8 なのでしっかりとボケるという形になっています。で、α7-3 だと APS-C クロップスーパー 35mm モードもあるので、1.5 倍の焦点距離で 30mm としても使えるんですよね。で、そこら辺も考えると、まあ、一本持っておくと確かに、結構使いやすい画角なんじゃないかなとは確かに思います。まあ、なんですけども、そのね、上位互換としてやっぱり 24mmF1.4 があるので、なんかそことのね、差別化が価格ぐらいしかできないんじゃないかなと思っ
ています。価格がね、今回は900ドルなので、まあ、約10万いくかいかないかってところですかね。で 24mmGM だと20万ぐらいしちゃうので、もう少し安いのでいいかなっていう形で、まあ、買うくらいのね位置に達するレンズなんじゃないかなと思います。でちなみに今回の G レンズはかなりね 24mmGM をね意識した構造になってて、まあ1個はフォーカスホールドボタン、レンズ側にボタンがついてるんですよね。まあ、こうやってね撮影した時にちょっとフォーカスホールドしたいなとか、いう時はここにねポチッとレンズ側を押せば、まあ、フォーカスホールドできたりとか、まあそれこそそのボタンもねカスタムボタンとして設定できるので、まあいろんな自分でやりたい項目をここにねこのフォーカスホールドボタンに設定して使うこともできます。あとはですね、F 値がカメラ側じゃなくてレンズ側で変えるタイプなんですよね。しかも無段階調節ができるという形になっています。なので、クリックタイプじゃないので、自由にね、自分の好きなところで明るさを決められるという形になってます。で、クリックのね、オンオフもできるので、僕はクリックで使いたいよって方はクリックにもできるし、無段階でも調整できるっていうね。まあ、自由度はすごくね、24mmGM と似てるのかなと思います。まあ、てな感じのレンズで、まあ、価格が10万円ぐらいで、まあ確かに使いやすそう。まあ、発売した瞬間は正直ね、あんまりこうバッと人気が出るレンズじゃないのかなと個人的には思ってるんですけども、まあだんだんと時間が経っていくにつれて、かなりこれはいいなっていう評価になってきそうなレンズではあります。ただね、僕は初速で買うかって言われるとちょっと使いどころがまだわからないのと、広角だとね、今タムロンの 17-28mmF2.8 のレンズがあるし、それでね、ボケ感も正直十分なんですよね。そんなにボケ感もいらないと思ってるので、それこそね、本当にね、星を撮りたいっていう方とか、このレンズがどうしても欲しいっていう方以外はね、なかなか、すぐにポンと買えるものではないのかなと思います。ケイスケの動画。でですよ、まあ、レンズに関しては、まあ、僕はねあんまり自分にフィットしなかったっていうところなんですけども、カメラがね出なかったのがやっぱ痛いんですよね今回は。でカメラ α7-4 特にねいつ頃発売なんだろうと、どういう機能が実装されたら嬉しいんだろうっていうところをちょっと語っていきたいんですけども、発売日あくまでこれ僕の予想なんですけども、おそらく出るとしても、9月、早くて9月かなと思います。遅いと下手したら来年になっちゃうんじゃないかなと僕は思ってます。まあわかんないですけどね、もう本当に完全な予想なんですけども、この時点で全然噂とかも出てないし、で、発表もね、すぐにまたやって、α7-4 がダンと出るっていうことは多分ないんですよね。っていうのを考えた時に、まあ9月、7月とかで発売されることもないだろうし、9月までね、待たされるんじゃないかなと僕は思ってます。まあ約ここから半年経った時に、こう発表がされて、8月か7月ぐらいに発表がされて、そのまあ1、2ヶ月後に発売されるという形が最短なんじゃないかなと思います。で、実装してほしい機能についてなんですけども、α7S3 の話もあるじゃないですか。もう出る言われて全然出ないカメラなんですけども、僕らも本当にあくまで勝手な予想なんですけども、α7S3 と α7-4 とかって、なんか統合されちゃうんじゃないかなと個人的に思ってるんですよね。まあ、っていうのも、なかなかこう、α7-4 のどこを強化していいのかが分かってないんじゃないかなと。α7R4 って高画素にすればいいっていうやっぱり尖らせるポイントが明確に決まってたんで α7R3 から α7-4 をねすぐに出したと思うんですけども、 α7-4 の場合はオールラウンダーなので、じゃあどこ上げんのって言われたら、まあ、動画性能を全体的に上げますとか、手ブレ補正上げますとか、そういうね形になっちゃうんですけども、どうしてもマイナーチェンジになっちゃうんですよね。っていう風に考えると、やっぱり画素数をねちょっと下げちゃうとか、もう α7S 系にね統合しちゃうとか、そういう形がありえるんじゃないかなと思っています。でそれを踏まえた上で、まあもし統合されるなら僕が欲しい機能としては、1個はね画素数下げてほしいです。1600万画素ぐらいにしてもらって、高感度に強くしてほしいなっていうのが1つと、あとは動画性能の部分で、ロー動画まではいらないんですけども、10ビットは撮影できるようにしてほしいなと。まあ、10ビットっていうと普通の動画よりも、まあ、色が編集しやすいみたいな色のりがいい動画となっています。で、あとは手ブレ補正の強化ですね。まあ、かなりやっぱりパナソニックとかのカメラの手ブレ補正っていいので、そのぐらいまで上がってくれるとすごい嬉しいなと思っています。で、あとはちょっと使うかわからないんですけども、4K の 60p ね、とかも撮れると嬉しいなと思っています。この辺はね、まあ、おまけの機能で個人的にはつけてほしいなというところです。まあ、あとはやっぱりバリアングルかな。僕結構やっぱり最近動画を撮るので動画向けのものになってしまうんですけども、やっぱ自撮りしてる時にこうバリアングルができないとね非常に辛いです。こうやってね今 α7-3 前に向けてますけど、自分がどう映ってるのか常に見れない状態なので、やっぱりこの辺は今後ね使う人のことも考えると、バリアングルとか欲しいなと思います。まあ、特にね写真撮影する時も、縦写真でローアングルで撮影したいっていう時にバリアングルとかあると、こっち側にディスプレイが向くので見やすいっていうのもあるんですよね。なんかそういった面で写真もね恩恵が受けられるので、バリアングルはぜひね
まあ、なかなか難しいのかもしれないですけども、搭載してほしいなと思っています。ケースケの動画。はい、ってな感じでね、まあ、今回ちょっとね、いろいろ出なかったので残念だったんですけども、まあ、新しいレンズどういうもんなのと、どういったスペックなのっていうところ、プラス、α7-4、まあ、これから発売されるであろうカメラのね、予想と、あとは希望とご紹介してみました。まあ、同じ話をね、僕ライブ配信でもしたんですけども、まあ、皆さんのね、理想も聞いてみたいなと思います。ぜひね、これからどういうカメラ発売してほしいみたいなのがあれば、コメント欄の方でも教えていただけると嬉しいです。ということで、今回はね、ソニーのライブ配信が残念ながらなかったということなんですけども、新しいレンズのご紹介と、新しく発売されるであろうカメラのご紹介をしてみました。今回の動画、いいと思ってくれた方は、高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。本日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。ちなみに、今回のライブ配信、約ね、600人ぐらい、650人ぐらい見に来てくれました。本当にありがとうございます。本当、まあ、月ね、1、2回は今後もライブ配信やっていこうと思いますので、ぜひ今まで見たことないっていう方も、チャンネル登録していただいて、ライブ配信等を見ていただけると嬉しいです。じゃあねー。